女の子が喋る関西弁に弱い龍です。さあ本日なんですが、エレクトラの評価をねやっていきたいなと思います。今私のランクゴールド手前ぐらい、シルバー5ぐらいなんですけども、あのねエレクトラめちゃくちゃ強いですね今のところ。まあ、大体ざっと全部触りましたけどキャラクター、一番強いかな、一番1位取れてるかなこのキャラクターが。総評ね、1位がすごく取りやすいキャラクターですよと。だからね、ランク上げには最適なんじゃないかなと個人的には思ってます。で、長所なんですけど、まずね、足速いんすよ。足速くてお金がとっても集めやすい。で、動きが、まあ、そもそも速いんで、的を絞られにくいんで生存しやすいっていうね、この点。そして、ギャングスキルマジでぶっ壊れてるレベルで強い。お金巻き上げて、逃げるっていうこともできるし、あとシンプルにその移動距離稼げるんで、なんかなんだろうな、お金を集める目的にも逃げるためにも使えるんですよこのギャングスキル。だめっちゃ強いです。で、ギャングアクション、前方に一気に移動するんで、これも逃げにも攻撃にも使えて、とってもバランスがいい構成になってるかなと思います。で、短所はね、攻撃力がちょっと低いかなと。なんでバレットで介護してあげる必要がありますね。ポイズンとか追加攻撃とか対マンでの打ち合いがちょっとやっぱ不利かなといったところ、早速立ち回り解説していきましょう。さあ、お注目ギャング来ちゃった。まずい、これはマークされるな。外役おじさんとかいう名前あまりにもさ外役すぎてさ、これ結構みんなからマークされがちみたいなとこあるんだよね。でエレクトラさんは結構もうなんか即刻近づいちゃって、なんか周りになんか湧いてくるボットみたいなやつ倒してレベル上げた方がいい気がするんだよね。どう思う？あんまりね、対人戦得意じゃないんですよね、エレクトラって。ちょっととりあえずこの辺の極手くんをね倒しながらで、 ATM はある程度壊していかないとギャングスキルがねたまんないんで、しっかりめにこの辺の ATM を全部ぶっ壊してお金を集めながらギャングスキルのゲージをね回収していきたいといったところ。あ、ちょっとやばい。あ、それゲット、攻撃回収して OK、 ナイスラッキー。これ攻撃回収めっちゃ強いんだよね。やばい、それはやばいぜ。ね、アンチとか、ミカオとかにこう狙われたときは、こうやってガード、ダメージガードとか使って、まあ、死なないようにね、立ち回っていった方がいいかな、みたいな。で、こいつとかは、あんまり戦わない方が、戦わない方がいいですよ。戦うとか、ろくなことないんですよね。あんまり、エレクトラって。打ち合いは本当に避けた方がいい、基本的には。OK。あいつを倒せるかなと言った、あ、でも無理か。やめてやめて、怖い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 、レベル1、レベル1はさすがに打ち負けないよ。もっとだな、これ多分な。危ない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 。さあ、おっか、もうちょっとか。お金もうちょっと。お金をね、集めていくことによって、ギャングスキルが溜まって。こいつはほんとギャングスキルゲーなんですよ。エレクトラって。エレクトラはマジギャングスキルが、どんだけいい感じで、いいタイミングで、みんな人がいっぱいいるところに撃てるか。みたいなところがあるんで、さあ、ターゲット撃破された。これはやばいぞ。早めに回収しに行かないとまずいんじゃないか。さあ攻撃回収して一気に回収、攻撃回収は本当に強い。あとはこれ逃げながらダメが使って今ねあれっす、ジャミングってなんか探知できないみたいなモードになってるんですけど、やばい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 、やべ逃げるなった。ちょっと必殺技使うか、必殺技で逃げるか。これで移動距離稼いで、あ、ちょ、これ邪魔。オッケー、オッケーオッケー、これで逃げを使えるっていうねところを見せていきたい。これこの金額で1位になれるかな、ちょっとわかんないけど、イモリ作戦いくわ。イモリ作戦いきます。この場所めっちゃ強いんだよね、実は。これ結構みんなバレなくて、意外とこうやってって、でこのボンじゃないですか。でこの位置、この位置ね、意外とバレないんだよね。あと1分あんの、でも1分はやばくない？さすがに俺一生ここで1分イモリ続けるわ。籠城してんだ今これ。意外とね、ここね、知らない人意外といいんだよね。だからここになんか結構ずっと隠れてると、なんか一生誰にも攻撃されずに1位になれることあるんだよ。まあ一応ね、これで
何あのバレットも今全部あるんで、まあ、多分なんとかなるんじゃないかなと思うんですけど、さあ、あとは仲間にね守ってもらいながら頑張りましょう。ちなみに今のあの柵から降りれますんで下にも行けます、こっからね。さあ、あと23秒、いける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 イモリ作戦功を奏してるぞ。なんだこの動画、この動画なんだこれ、この動画なんだ。一生ここで壁にいる、なんか壁とウロ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 してたら1位取れるゲーム、これ何これ、神ゲーじゃない、これやばいんだけど。で、ダメージガード使いながらの、くさっ、ね、こういう作戦もあるってことですよ。エレクトラでも、こういう作戦で一気に金集めて逃げた方が、一番1位取れる確率は上がると俺は思う。必殺技は、今みたいに攻撃にも使えるんだけれども、逃げにも使えるんで、移動距離稼いで逃げるっていう風にも、タイミングが合えばね、使ってみていただければなという風に思います。2戦目いきましょう。さあ、イモリ作戦、また外役おじさん注目ギャングじゃん。じゃあやめてよ、ちょマークすんの、ね、やめてよ、金奪って逃げてるだけなんですよ俺。ちょっとやめてくださいよ。ですね、エレクトラはね、これ、ね、どこ通りないんだろうね。まあね、あんまりね混戦のとこに行きたくないんだよね。とりあえずあの ATM とかをガンガンぶっ壊してって、あ、やばい、人いんな、いけるか、あれやばい、いけないな、ちょっと危ないな、それはそれは危ない。あんまりね、おこれボットかな、あ、ボット、ボットじゃなそうだな。やばい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 めっちゃ、あ、狙われてる、あ、やばい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 、ダメージカード頑張って、ちょ、逃げろ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 、やばい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 こと起きてる、めっちゃ割れてる、やばいやばい、それはクソやばいこと起きてる、うわー、ふぅ、今の炎を使ってる、なんだっけ、あの変態、反乱野郎をもうスプリンターなんで足速いんですよね、結構ね、レベルがね、あまりにも低いんですけど、ちょっとですね、あまり人いるとこ行くと打ち合いになっちゃって、こいつあまり得じゃないんで打ち合いが、なんでちょっと頑張ってこの辺のエリート兵を倒すことによって時間かかんない、やっぱエレクトラレベル2の状態でエリート兵相手にするとだいぶ時間かかりますね、体力持ってかれるし、お金も集めないといけないんだよな。ちょっと今回はなんだっけ、マーベラソットにめちゃくちゃ狙われて、ちょっと若干立ち回りうまいこと言ってないんですけど、ですね、ATM がまだ壊れてなさそうなんで、あれを壊しに行きましょうか。あ、みんななんで ATM 壊さないんだろう、これボットだからか。 OK、 やばい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 、あー助けて、あーあー、逃げろ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 、さっそと逃げろ、あ、ここも壊れてる、あ、でもお金もある、お金集めれたら OK、 こんな感じで人倒せなくていいです、このキャラクターは。レベル3ってやばくない、まださすがにレベル3やばすぎるでしょ、レベル2は倒せるでしょ、おい、こけ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 、いや、このさ、序盤でこの真ん中に集まってくるアンチって絶対ボットだよねと思うんだけど、どうなんだろう、まあ、レベルを上げやすいようにね、多分ね、ボットもある程度作ってくれてんじゃないかなと思うんだけど、オッケー、そう、リロードが入っちゃうとちょっと弾が上がっていくから、まあその辺は注意していきたいところ。まだレベル6か、レベル6、いや、レベル上げに結構手こずってんのも結構辛いね。エリート兵を相手にするのは何がいいかっていうと、プレイヤーみたいに上手くないから倒せんのよ、結構。まだか、あれ、オッケー、で、これでレベル7、お金ゲットで、あ、溜まった溜まった、オッケー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 、ヤングスキル溜まったんだろ、オッケー、全く問題ない、オッケー、よいしょ、この辺にいんの怖いけどな、この辺にいんの怖いけど、あと1分ね、いや、お金そろそろあれだな、お金そろそろ攻撃してる、これもうちょっといける、いける、いくね、これね、で、攻撃回収使って全部回収して、オッケー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 、で、ワープ使おう、ワープ、どこにワープする、どこ、これ、あ、そっち、オッケー、人いる、やばい、怖い、逃げろ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 、51番逃げれるぞ、危ない、やばい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 、逃げろ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 、あと27秒、スロー食らってるの結構きついけど、あと27秒は辛いけど、ここでこいつをぶっ放してオッケー、
金拾え、逃げろ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 、ここに隠れろ。あと5秒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 、よし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 、あぶねあぶねあぶね。いや、あの必殺技がさ、ギャングスキルがさめっちゃ強いから、あれの打ちどころをねもうちょっと上手くなればね、あの1位簡単に取れるようになると思うね。人がいっぱいところに行って、であれ使って攻撃回収してワープするみたいな動きが多分強いと思います。はい、だからまあ集めさせて人に、で人に集めさせたお金を最後の必殺技で全部ゲットして、攻撃してワープして逃げる、これが多分安定するんじゃないかなと個人的には思ってます。エレクトラちょっとまだ下手くそだな、あのもうちょっと練習しておきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。